イスではこの曲歌ったんですけれども、私小学生の時にこの曲初めて聴いてすごい好きだってずっと練習しとって、なんかそういう印象に残ってる曲とかってみんななんかあったりとかする？子どもの頃とかね、みんなあるよね、おのおのでね、なんかね、そういういい曲どんどん教えてもらってね、いろいろ歌っていこうと思うんですけれども、なんかその前にね、やっぱりあの今ある曲もなんかなんとか上げていこうなってちょっと思っとって、で、あの先日ツイッターで告知しました。まあ、お互いでちょっと話して、工藤愛理とですね、フーディエというユニットを結成させていただきました。イエーイ。はい、彼女は私が、いや違う、待って、彼女に、まあ、私苦手なダンスを教わって、私は彼女が恥ずかしがって歌いたがらない歌を教えて、二人でね、いろいろどんどんできるようになって、いろんなところにね、またいろんなイベントに行ってみたいなと思っていますので、皆さんどうぞ、フーディエ公式ツイッターもございますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、ありがとう。はい、でですね、その直近のイベントでですね、何月だっけ今、11月の25日にフーディエカフェをここドリームステージパスでやらせていただくことになりました。イエイ。ありがとう。ありがとう。はい、皆さん平日なのでね、お忙しいことかとは思いますが、2人で頑張ってセプリとかいろいろ考えておりますので、みんなで盛り上がれるようぜひぜひいらしてください。はい、何何何、めっちゃ笑ってるね。なんだよ。はい、なんかね、みんなのね、こういう声聞いてると私も楽しくなっちゃってね、いちいち拾っちゃうんですけどもね、なんかいいよね、みんなで元気にできるって。はい、ということでバラードとかそこら辺のは置いといて、